OPECT is an interface developed to enable surgeons to interact directly with images and data in an operating room environment. It has been developed at the Institute of Advanced Bioengineering and Sciences at the Tokyo Women's Medical University.ここにですね、カメラに対して手を振ってですね、今から操作をするということを教えます。でですね、今手の場所に白い玉が出てるんですけども、それが、マウスのアイコンのような機能を果たします。で、この手を矢印に重ねますと、次々とページをめくれると。これは患者さんの、病理診断写真なんですけども、手術中にどこまで、腫瘍を切り取るか、がんを切り取るかという際にとても重要な情報なんですけども、それを見ることができます。また手を突き出すことによって、画面の拡大もできるようになっています。であるいはですね、 MRI を見たい場合は一度、手を突き上げると、画像が変わるようになっていまして、矢印に重ねることによって、連続的に画面をスクロールすることができます。従来ですね、手術室で CT や MRI の画像を見たい際はですね、執刀医の先生は手に滅菌した手袋をしているので、自分自身でマウスやキーボードの操作ができなかったんですね。そのために、周りにいる看護師さんにページをめくってほしい、次、いや戻って、そのページじゃなくてもっと次といったようなことを口頭で指示していたので、非常に執刀医の先生にとってはストレスのたまる環境だったんですけれども、これを使うことによって執刀医の先生自身が好きな画像を選んで提示することができますので、ストレスなくオペを、手術をスムーズに進めることができるようになりました。最初はですね、手の動作認識をするようなカメラを使っていたんですけれども、ちょうどいいタイミングでマイクロソフトの方からキネクトが出てきまして、その応用をするということになりました。でマイクロソフトの方からもですね、全面的に支援をいただきまして、早期での市場化まで持ち込めたと考えております。国内でいくつかの病院でですね、使っていただいておりまして、おおむね好評を得ております。